かそういう、またアンチで死にそうなんだけど。いやマジで死ぬ、マジで死ぬ、もうやだやだ、もうアンチ死ぬの、もうなんでさ、もう腹立つ。そんなヘタヘタ言わないで、もうだからね、あれなんですよ、デブにデブって言ったら別にデブって言われることがわかんないよ。なんかいや自覚もしてるしね、まあデブっていうことは、デブってことは自覚してるし直そうと思うけど、言われると逆にストレスになってまた太ってしまう、その悪循環の塊なんですよ。だから下手くそな人に下手って言ってもそれがストレスになってまた下手になってしまうっていう可能性もあるんで、やめてください、言ってくるの、下手とか言うの。まあでもね、この下手くそ下手っぴけども、まあそのソロ優勝の回数の話になってしまうんですけど、毎度、まあ私は今までフォートナイト1年半ぐらいあって、それでソロずっとやってるんですけども、だいたいですね1600回ぐらい撮ってるわけなんですよね。まあ結構皆さんより撮ってるかなと思うんですけど、日本人でね、データとかそういうソロ優勝回数見るとだいたい日本2位とか日本のトップフォートナイターなんですけども、まあ皆さんね結構それより結構自信に来て、コメントがねもうみんなプロゲーマーって感じで、すごいね、やっぱ最近の子はすごいなと思っております。でもねやっぱね、建築勝負とかね全然勝てないからな。でもそういうところをね注目してやっていこうかなと。ソロだとねやっぱ立ち回りとかね大いに関係してくるのかなと。こんだけ建築あんまりできない人でもビクロイはかなり取れるから、まあ、ビクロイに必要なのはやっぱあれかなと、立ち回りかなと、まあ、個人的には思うわけですね。はい、タイマンっていうのはまあ建築とまあ編集技術とまあエイムなんで、あんまり立ち回りは関係ないのかなと。エイムゲーとは言ってるものの、まあフォートナイトのチーターがそんなにエイムゲーかって言ったらエイムゲーではない気がするな。あ、なんかやべえとこから、うん、やべえやついんじゃん。クッキーマン、お前さ、お前クッキーマンがゴースティングしてくるってどういうことだよお前なあ、おかしいぞお前本当に。お前クッキーマンがゴースティングってマジでこれありえないでしょ、ほんとマジで。おいバナナ、いやもうさ、本当にクッキーマンがゴースティングしてくるってどういうこと、本当にマジでこれマジでねひどいよ、ありえないね。クッキーマン使ってくれてる人はボクシングファミリーみたいなもんじゃないですか。何殺そうとしてのキャディーの女、お前バカだれ、本当に反省しろお前、没収だお前。昭和のさ、なんか駒の戦いみたいな、駒のバトルで負けたらなんか駒没収みたいなないかな。うん、ゴースティングしてくんなっちゅうのお前、このやろ。はい、ありがとう、ありがとうね、持ってきてくれて本当は嬉しいけど、でもこれねやってるとほら喘息出てきちゃった、ゴースティングされちゃったよ、ほらやばい。はい、ゴースティングなのに匿名じゃん、はい、ゴースティングなのに匿名じゃん。ほんと寺田心くんも笑ってますよ、もう本当に。今日も楽しく生放送しておりますが、で最近皆さんフォートナイターとしてどうですか。あんまり最近インしてない人もたくさんいると思うんですけども、まあでもこの季節というのはですね、新しいね社会人になったりですね、進級してですね学年が一個上になったり、まあ違うなんか入学式してなんか大学生か高校生か中学生かわからないですけども、新しいことをしてると思いますが、まあ大変ですねこの何週間はね。この1ヶ月ぐらいはちょっと緊張したり疲れちゃうかもしれないんですけども、僕が大学生の時は学校行ってなかったっすね、あんまり4月はなんか飲み会ばっかでそれどこじゃなかったって感じで、大学入学してですね18歳なんで、お酒はね飲み会なんですけども飲めないんですけども、法律上ですね。うん、これどうしちゃったのこれ、オーケー。まあうっかり行っちゃったよっていうね話ではないですよ。まあ未成年だからね、タバコもお酒もしてこなかったわけですから、20歳になった誕生日にお酒とタバコは始めましたけど、一気にねもう解放だっつってやってましたけど、今何してる、いや見たらわかるやん、見たらわかるやつやん、これ何してると思う、これほんと何を見てるの、今何してるって言ってるけど、これもう見たらわかるってやつやん。最近そのポーションかグライダーどっち持とうかなとね、これアイテム6個あったりとかな、それか回復アイテムは2つとか3つとか全部持てるようにして、で武器はまあまあ3つぐらいでいいと思うんですよ。でもこれね絶対ねプロのね影響なんですよ。プロが例えばね最終アンチでどうのこうの、うまいプレイヤーに合わせてフォートナイトは作られてると思うんですね、比較的。だからプロの大会で最後のね生き残りがすごい多いと。私たちフォートナイターはそんなこともないわけで、
まあ、アマチュアなんて本来は1本の木を倒せば999入るように設定しちゃえばいいんですよ。あ、なんか後ろになんか風船いんな、これ。あ、はい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 、ざいます。はい、オッケー。はい、ナイスー。はい、ナイスー。生放送なのに音ねえじゃんって、みんな流行ってんの。ブックオフなのに本ねえじゃんって、あれかわいそうだよな、ほんとに。で、まだ小学生でしょ。ほんとね、あの日本の悪いとこでね、言いすぎる、ほんとに。ツイッターの人たちは悪ふざけが度が過ぎてるから、ほんとに。で、寺田心さんのこと嫌いな人多いですけども、あのね、喋ったこともない人をよく嫌えるなっていう感じで、僕的に。なんか生意気そうとかあるかもしれないけど、生理的に無理な人はいるかもしれない。そのなんか喋ったこともない、見たこともないのにさ、よく人のこと嫌いになるなと思って、そういう人。どうかしてると思うよ、本当に。本当にマジ。マジでやばいと思う。心狭ーみたいな。ボクシング勝った。もう今日2、3回勝ったんですか。見た見た、みんな今の神ショット。オーマイグネス。オーシット、わかんねえ、どこにいるのか。ボーラーか。え、なんかカチャとか聞こえんだけど、ここでいるの。あ、ロケランだ。妥協しないからね。あー、やってるね、それね。やっちゃったね、それね。やっちゃったね、それね。あー、それ上取れるね、それね。この角度上取れるね。うん、建築ありだ。うわっ、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 やば、生きてる。はい、今日はですね、あ、この、一番注目してほしいポイントはですね、この背中のヒレ、かわいいでしょう。このヒレがね、私ポイントなんです。これを見てほしいっていうのはヒレです。あれ、いないぞ。あ、帰ってきた。だからこれやめろ、これ。本当にブックオフなのに本ねえじゃんっていう感じ。やべ、やべ。あー、そこに当たるんかーい。あー、危ない。もう今日本当にひどい。いや、最高最高最アンドコー。昨日習った天智武さんにこの言い方、この言い方平成っぽいっしょ。あい、ロケランの神極み極めし者。うわ、だからこれエイムがいいやつはマジうざい、本当に。ほんとね、うざい。もうほんとにやばいじゃん。ほんとにやべえやついいじゃん。いや、もううざい。顔見てないのにうざいとか言う。何を言ってんだ、本当に。何を言ってんだよ。じゃあ、だから、悔しいってことをうざいっていうのは。悔しいって言えばいい。悔しい違う。ごめんな。うん。確かに。顔見てないのに言うのはまずいな。それはな。声も聞いてないのにうざいとか言うな。確かに。確かに、それは良くないな。うん。それは反省しなければならないね。その人を知らないし、うざいっていう言葉はやっぱ、やめとこ。悔しい言い返されてて、くさ。いや、違うから、その人、だから、その、嫌い、人を嫌いになる人はどうかなっていう話をしたんだよ、そう。違う、だから別に、確かに、いや、違う違う、だから、え、なんか、これブーメランってやつでさ。